高田地震とは、越後国高田藩を中心に被害をもたらした地震。主に1666年に発生した、関文高田地震と、1751年に発生した宝歴高田地震がある。本校ではこれらに加え、高田平野付近を信号とする、被害地震について記述する。西暦は1582年以前は、ユリウス暦以降は、グレゴリオ暦で示す。 1502年1月18日未の時に発生し、越後の国府で、開花及び死者多数の被害をもたらした地震である。越後南西部地震とも称される。合図でも強い揺れたという。新王は、北緯37度12分統計138度12分、北緯37.2度統計138.2度、37.238.2。37. 2 マグニチュードは6.5から7.0と推定されている。また余震が後、6日続いた。この地震によって、マナ板山の西側斜面が幅1200メートルに渡って崩壊し、姫川を石止め天然ダムとも呼ばれる、稼働閉塞を形成したと推定されている。石止め状態は数十年ほど継続した。1614年11月26日に、 発生したと推定される地震。越後高田で津波被害の記録があり、従来越後高田の地震など故障されてきたが、被害記録は広い範囲に及ぶ大地震にもかかわらず資料が少なく、実体不明な歴史地震とされ、震源については検討すべき課題が多いと指摘される。1666年2月1日サルの下国に発生し、 越後高田を中心に被害をもたらした地震である。関文高田地震、越後西部地震とも称される。村上で、京震、八王子でも有感。震王は、北緯37度12分統計138度12分、北緯37.2度統計138.2度、13 37.238.2付近、マグニチュードは634程度と推定されている。 地震発生時、14から15尺ほど積雪していた。震害で、高田城の本丸、二の丸、三の丸に被害が生じ、侍屋敷700余が倒壊した。民家の倒壊も多かった。また、夜になって火災が発生した。加労の小栗正重と小北町岩尾らが、倒壊家屋により圧死したほか、 越後高田半火中150人余りが死亡。全体の死者は1400から1500人とされている。1751年5月21日有志の時に、関川東岸の高田平野、現在の新潟県上越市中央部を中心に被害をもたらした地震である。宇佐美達夫による推定では、マグニチュード7.0から7.4相当とされている。宝暦高田地震。 あるいは越後、越中地震とも称される。震央は北緯37度06分統計138度12分、北緯37.1度統計138.2度、37.1138.2付近と推定されているが、別な研究では青田南波山さんの南波山会社南部とする説もある。この地震による死者は資料によって異なり、 1100人から2000人程度であったとされる。高田平野周辺には平野東西両縁に沿って活断層が連続的に存在しているが、高田平野西縁断層系で発生したと考えられている。この地震による代表的な被害は、名田地区の海岸断球が地滑りにより崩れ落ち、406人が死亡した奈田地区ずれなど多大な被害をもたらしている。これにより、 高田藩は江戸幕府に金銭面での救済を求めている。4月27日の余震で会計が発生したほか、9月3日にかなりの余震があった。1847年5月13日昼9通越後国区引群を中心に被害をもたらした地震が発生した。新王は北緯37度12分、統計138度18分。 北緯37.2度統計138.3度、37.238.3付近、マグニチュードは612プラスマイナス14と推定されている。この地震の5日前の3月24日に全高児地震が発生しており、この地震の被害と区別できないところが多い。今町では24日の地震により強い揺れで、家304回、液状化現象も発生した。 河浦ジニア大破。高田家中皆、海17、足軽長屋残らず大破。24日と29日の地震被害を合わせて、首木軍の大官僚の136河村4596個中、海293、半海三34、大破148、死者16人。高田城内で全海447、破損1671、死者5人。 日本被害地震相乱や理科年表では1847年2月15日に越後高田で被害地震があったとされているが、可能はこの被害記録は1847年全高事地震によるものであり、実際にこの日地震があったわけではないとしている。ありがとうございます。